こんばんは。即歌塾の久保です。えー、そして一部の方おはようございます。いつもお世話になっております。今回気になる男シリーズ201話なんですけども、いつもと違ってですね、視聴者の皆様に呼びかけております。まあというのがね、本日12月20日21時からなんですけども、あの、タカさんとね、ズーム対談をするんですよ。で、前回までと違って今回ですね、YouTube のショートを徹底的に2人で検証しまくってですね、多分誰よりも 来年から始まる YouTube ショートに特化したこんなね時間が皆さんに提供できると思うんですよそしてこの YouTube ショートのまあステージなんですけどもおそらく今まで YouTube をされてきた方も一旦リセットしてですねこれから YouTube を始めるんだけどなとか今まで YouTube ってあんまり伸びなかったんだよみたいにちょっと一時ね撤退されていった方もみんなで用意どんどんもうね本当にね YouTube 業界のね激震が走るような 新しいい歴史のスタートになると思いますえですんでね一度諦めかけた方とか YouTube なんとなく気になったんだけどなった方はぜひねこの YouTube を使うことを考えていただきたいかなと思いましてね覆面 YouTuber つまり顔出しをしないタカさんと顔出ししてる私とですね両面から YouTube ショートについて語り尽くそうと思いますで一部はもうね今までの動画の中で YouTube ショートのことをお話し,しましたけどもまあ圧倒的にアクセスが取れますね 考えられないぐらいのアクセスです。もうね、50万回とかね、100万回っていうのがね、短いなってきます。じゃあそういった動画をポン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 出せるんだったら何が起きるでしょうか。まずね、YouTube ショートの収益化っていうのが、実は過去90日1000万回再生っていうね、こういうハードルがあるんですよ。でもよく考えてみてくださいよ。私がね、1本2本ポポーンと作ると、10万、30万、50万っていう動画の再生数がショートなら得れるんですよ。 今までいろんな動画を作ってきましたけどもなかなかね1万再生10万再生ってのはね手こずりました私でもね最高50万再生が1本あるだけなんですよでも YouTube ショート1週間前に撮ったやつ一気に70万ですよ秒にして16秒の動画ですいやこれがねあっという間に生まれたんですよでその他もう10万回転とか20万回転はザラですいや回ってないなーっつってもね5000回とか1万回です回ってなくてもですよ そうするとコメントがむちゃくちゃつくんですよ。もちろん、コメントがポンとついて、それがね、なんかの商売のネタになるかどうかっていうのは、これはまた別の問題ですけども、とにかくね、アクセスが欲しい方。ね、この方には、ショート動画うってつけです。どんなことでも、まずは集客、アクセスがなければ始まりませんからね。で、再生数が上がらないから、旬としてやめていく方も多かったでしょう。でも、ショート動画、特化型のチャンネルなら、この問題は一気に突破できます。まだまだね、 YouTube ショート動画についてのメリットデメリットたくさんあるんですけどもこれはですねちょっとタカさんと一緒にもっともっと迫っていこうかと思いますのでぜひね12月20今日ですよね火曜日21時からズームの対談にロックオンしていただきたいと思いますえそれではタカさん手をこまねえて待ってみましょうね概要欄にズームの URL 貼っておきますんでよろしくお願いしますそれではいってみよう